え大村の今日は2日目終わりまして一応、上位機と下位機といろいろ上下の差が出てきたかなというのは今日の評価でただ、今日は雨が降っていましたね湿気が結構ありましたよねだからモーターの優劣がちょっとね差が出たかなという感じがするんですけどもまあ一応今日ょう瓜生選手が2連勝しましてねやはりエース級らしいモーターの足だったなと思います。すごい パワーを発揮したのはやっぱり新田選手ですね、これは看板機通りのすごいパワーを見せました、伸びが強烈でしたね、雪足がいいと思います、それから原田幸椰選手なんかも上位の足ですね、まあ、あの特に今回はあの SG 優勝者が11名出場してましてね、その SG 優勝者の11名が結構いい設備で、モーターパワーもそれなりに来てます。えー、そ,れだその辺のの辺ところの差が 3日目あたりから変わってくるかなという気がします、えー、さて明日の3日目ですね、えー、私は12レースを話をしたいと思いますまあ、今日の2日目はね、実はインコースがことごとき破れましてねインニングが4本しか決まらなかった珍しいですねただ明日は比較的僕はねあの天候も少し落ち着いてくるので午前中は少し雨が降ってるみたいなんですけども比較的やっぱりインが 勝つんじゃなないいかなと思いますこの12レースですけど1号手の辻栄三選手ねこれも序盤からすごく癒ししてまして、まあ、本人はもう1つという感じなんですけども、まあ、見る限りは結構、雪足いいですよねで展開をつく足の枠がいいしさばきがすごく決まってますなんか気合い入ってるなーっていうのは辻選手なんですよね、えー、これを優勝したいっていう今年のの締めくくりを締めたいっていう感じが気迫に出てると思います。 まあ次、グランプリーは控えてますけどね、えー、一応、この辻映三選手の1号手の頭勝負のレースがこの12レースだと思います。で、2着探しというところですよね、えー、3号手の吉,吉永選手、えー、初日は1番時計を出しましたね、えー、結構足はいいです、本人が後半のレース、足落ちしたと言ってましたけども、今日の走りはそんなことないですね、結構やっぱ上位の足を披露したと思います。まあ、進入は枠なりです で一応、仕掛けんのはもう3番か4番か5番かというところなんですけどもここはもう、吉永選手がね、い足がいいので、こう一気に握っていく、出れていくと思います、ただ、この土屋智則選手、結構ね、2コースのさばき、うまいんですよ、僕はね、足的にはね、そんなに悪くない、遜色ないと思います、ですから土屋選手がスタートある程度行って、早めに落としての差し狙い、これもちょっとね、2着としては怖いと思います。 外からさばいてくるのはこれ5番、6番なんですけどもまあ一応、西山貴弘選手がね結構いい足してますので僕は2、3着には残ると思いますけどもこのね印は入れてません、6号手の木下翔太選手非常にねさばきいいし足がいいですだから意外と混戦つけばこの6号手というのは2、3着にちょっと怖い目がありますまあ印入れませんけどねちょっとあのそれ頭に一向してほしいと思います。 まあ一応、本戦はこれはもう1、3ですね、でえー、2、5で、1、2、3、5ですね、で狙い目といいますかね、ちょっと穴目で考えていくと、ここはもう、1、5、3、6、ちょっと6番をね、勝ってみたい、まあ、1、5、6っていうのはちょっとね、面白しいと思います、波乱があるんだったら、3号手の吉田選手が思いっきり1号手を潰しに行って、 えちょっと穴目でね、この256、ちょっとそれほど荒れるとは思いませんけども、勝っておいてもいいかなと思いますま、そういった本戦のレースなんですけども、少し1号艇を潰す3号艇の吉田選手の仕掛けどころによっては、エア波乱がある、もちろん印が入ってますけど、森高選手も、ちょっと連候補としては怖いと思います。 まあ初日の走りは悪くなかったですからね、まあ、そういう展開で、明日はとりあえず、イン1号艇の頭勝負のレッスンだと思います終わります。